はい、どうも皆さんこんばんは。 WDT3 スタジオでございます。本日もですね、このマーベルズアベンジャーズ PS4 版のベータですね、こちらの方をプレイしていきたいなと思います。前回まではですね、ハルクとそしてミズ・マーベルのプレイの方を行ってまいりました。今回ですね、ミッションの方をねやっていきたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。早速ですね、こちらミッションを開始やっていきましょう。 OK Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. 急に英語になりましたね日本語でプレイしていたはずなんですが、まあいいでしょう。今目的地の方に移動している最中になりえます。ハルクよりはね、私ミズ・マーベルが好きなので、カマラ・カーンね、ミズ・マーベルの方を、プレイヤーとして使っていきたいなと思います。シールドの無線にアクセスできるようにする。それで格納庫へ行けるはずよ。待って、干渉波よ。追跡装置が妨害されてる。原因を突き止めて。わかった。はい、マーベル、ミズ・マーベルと共にプレイしていきたいなと思います。戦術意識を有効する。なるほど、こう行こうというわけなんですね。ご心配なく、妨害電波の発生源まで私がご案内します。今、声が出てきたのはジャービス。そして、その前にね、シールドのマリア・ヒルが出てきましたね。ハルク返事してくれる。ハルクはね、何を喋ってるかちょっと分かんないんですよね。マリア・ヒルは今シールドの長官となっておりまして、シールドね、指揮を取っているわけなんですね。まあ映画版でも長官にはならないわけですけども、長官のね下について行動しているわけですね。さまざまな映画にも登場しております。景色は録画しておきますので、後ほどご覧ください。はい、ありがとうございます。私も録画してね、撮らせてもらってますんでね。上だよ、エイムのドロップシップだ。なんだ。ああ、さっきの船ですかね。システムに侵入するにはもう少し近づく必要があります。こうやって腕を伸ばして、動くことができると。その近くに特殊なリソースの入った箱があります。その近くに敵の特殊部隊がいます。倒せば役に立つアイテムを落とすかもしれません。リソースアイテムって言ってましたね。どこでしょう。まあ、分かんないので、ちょっとね、進んでいきましょう。信号を妨害している原因を解明しなければなりません。そこか。失礼、どうぞ続けてください。これですね。はい、あとはあっち側に行くみたいです。これで、経路こっちか。はい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 、なるほど。でこっち行くわけですね。はい、降りていきましょう。この上もなんかありましたね。かなりマップ結構広めですね。まあ、オープンワールドっちゃオープンワールドなのかな、これだと。はい、こっちですね。まあ、ああいうところに意外と隠し要素があったりするんですよね。収集要素の何か落ちてたりっていうことはあるんですけど、そういうことは、なさそうですね。はい、こっちの方行きましょう。ひゅっと。
何やら怪しげな飛行機とかが飛んでますね。あっちは行かなくて、あ、とりあえずこっち進んでいきましょう。じゃあそうことはウォーゾーンに点在する、要塞化された建物内部へ入ることは簡単ではないか。価値の高いギア、リソース、コレクションアイテムが眠っていると。なるほど。エイムの建物には何があるんだろう。ドアを開けるための外部ロック機構があるはずです。ギアの入った箱を探す。ご興味があれば。わかった、スイッチか何かでね。ハルク、探してくれる？どっかに、スイッチがあるはずなので、そのちらの、ね、スイッチを探していくわけなんですが、エイムがいる。気づかれないように静かにできる。無理ですね、ハルクは。ちょっとこれ一周してみましょう。ここではなさそうですね。これをたどっていくと、あ、一箇所クロスと、どうでしょう、これで開いた。中を見てみよう。この辺にいろいろありますね。あとこれかな。はい、こんなもんでしょうか。この辺はそうね、これだけですかね。はい、取ったので、次、じゃあ、立ちの方、先進んでいきましょう。やばい、悪い奴らが来たよ。敵が来たんですかね。いいでしょう。さあ、どこだ。今回は、ハルクとね、一緒に戦えるというわけなんです。部屋の入った箱はどちらですか。こちらかな。行くよ。エイムが来た。できれば交戦したくないですよね、こういうとこって。この箱は開かなさそうですかね。なんか攻撃された今。どこにいる。やば。ロボット的な。やばい、悪い奴らが来たよ。さすがですね。はい、じゃあここでまたですね、敵が出てくるみたいです。何やらランチャーを持った敵が出てきました。ミスカーン、さあ、シールドの内容はエイムのセキュリティノードによって妨害されています。いた。私がノードに近づけば妨害を阻止することができます。あのノードのところへ行こう、ハルク。ここか。ジャービスがアクセス。いた。なるほど、こうやって凍るのか。強いぞ。妨害信号の消去を行っています。セキュリティノードから離れないでください。はいはいはい、ごめんごめん。
ちょっと。早く頼んだ。ハルクはね、ずっといてくれないからね。とどめやめろ。やめてくれ。なるべくちょっとここの中にいましょう。そしたら。あっち。順調です。順調。よかったよかった。エリノードに近づけないようにしてください。なるほどね。やばい中にがね強いぞ。ほら、もう少しでセキュリティノードの制御が完了します。もう少しだ。お待ちください。あ、ちょちょちょ、なかなか氷は厄介ですね。あ、ちちゃかな。お、終わりましたね。じゃあ敵を撃破しに行きましょう。なかなか正面から食らってしまった。あ、ちょ、うまいな、すごいな。エイムという名前だけあってエイムは素晴らしい。はい、終わったよハルク。あ、まだいたの。はい、倒して。 OK、 ナイスハルク。これで信号を受信できます。バッチリ聞こえる。追跡装置がシールドの格納庫へ案内してくれます。電子音についていけばいいんだね。ヒル司令官とはまだ連絡が取れないの。ビビらないようにしなくちゃね。寒いところはもういいよ。ハルクは寒くなるのかな。データはまだ確実ではありません。シールドの格納庫を見つけるのって思ったより大変だった。このレーダーに沿っていくんでしょうね。ちょっとこのレーダーに距離がね近づいてきたんで行ってみましょう。近くっぽいですね。近くだけど大丈夫かこれ。ほうほうほう。こっちだと遠ざかってるので、あちらでしょう、おそらく。はい、ちょっと走っていこう。ねえジャービス、エイムもシールドの格納庫を探してるのかな。その可能性は十分にあります、ミスカーン。なんかエイムもね、探してるみたいですね、シールドの格納庫。なんか何やらね、重要な武器とかがあるんでしょうかね。もう少しで着きそうです。他にお手伝いが必要ですかミスカーン。ううん、大丈夫だよ。もうすぐだ。何か見える？嫌だ。あ、ありましたね、ここか。ここだね。素晴らしい。そこから神経回路をつなげられるといいのですが。すぐに戻してあげるよ、ジャービス。ありがとうございます。あらゆる知識への瞬時アクセスが不可能な状況は居心地が悪いものでして。シールドのマークがありますね。かっこいいですよね、シールドのマーク。鳥のね、マークで。ここで長押ししてエレベーターでしょうか。お、作動しました。どんな感じなの？アップリンクできないって記憶を失うみたいな。人間に置き換えるとどういったものでしょうね。図書館から締め出されるですとか。ああ、アミーに Wi-Fi を切られる感じか。そうですね。はい、着いたけど真っ暗。あ、着いたね、電気。はいはいはい、これ全部見るんだね。
すぐ取り掛からないと。近くでギアの入った箱を探してください。なるほど、ギアの入った箱ですね。了解しました。暗いんだよなあ。ついたついた。暗いとね、皆さんも見えないっていうね。せっかく実況してるんで真っ暗で何も見えないと本当申し訳ないですからね。こちらは、何もそうですかね。この辺を開けてもそんなにいいものは手に入らなさそう。そしたらじゃあこっちの右側の方からじゃあ、この先、はい、やりました。コミックスユニットウルだそうです。いろいろ手に入りましたね。個人的な体感としてはこうアイテムをね取るときにやっぱりこう収集の集まる、強さというのがなんか弱い感じがしてアイテムがね集めづらいなっていうような感じはありますね。ほらあそこにこうやって残っちゃってるんでね。よいしょ。はい。なのでまあできればね製品版はもう少し集めやすいといいなっていう感じですけど、なんか敵が出てきそうな。でもここシールドの施設だから本来敵がねいないはずなんですけどね。神経回路をアップリンクできます。いいね。よし、じゃあアップリンクしちゃいましょう。I believe we may have triggered a classified shield security system. Avengers を検知。久しぶりだな、アベンジャーズ。Nick Fury。非常事態が起こってしまったようだ。今こそ君たちの力が必要なのだ。シールドの崩壊も、その復活も予測していた。それがシールドプロトコルだ。希望をなくした世界を守る。それこそがシールド設立の理由。今こそ立ち上がる時だ。そこで頼みたい。シールド再建のためプロトコルを副長官に届けてほしい。幸運を祈る。以上だ。今はフューリー長官だよね。シールドのフューリー長官だ。中にプロトコルがあるはず。さあ今フューリーがね、出てきました。フューリーが、マリアヒルがね長官となる前の長官みたいですね。実際映画版でもフューリーが、シールドの長官となっているわけなんですね。そのシールドの長官を前にしてもうまあ、ミズ・マーベル、カマラ・カーンはね、もう子供の、瞳になってましてね、いろいろたくさんありますね。その辺じゃあ全部取っていきましょう。はい、そしてリンクを守ってください。プロトコルを安全なサーバーへアップロードできると思います。このデータをキメラに持って帰らない。なかなかの近づけないでほしい。こうやってちょっと遠隔的な。あっ、ぶぶぶ、あちゃ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 。ほら巨大化しますよ。やっぱりこうベータ版っていうだけあってたまにあれですね、英語を戻ったりしますね。
ルクハルク、おおすごいすごいすごい、ハルクやっぱ強いですよね。敵にするとなかなかあれですけども、やっぱ味方にした時やっぱ強いですね。レーザー手強いです、硬いです。よし、あちち、あちち、ファイルは安全です。それにジャービスのアップリンクもあるしね。やったね、ハルくん、ガンマハイタッチしよう。さっさと逃げよう。あ、ミッションクリアしました。うわ、ユーリー長官、期待以上だね。ジャービス、キメラに持って帰ろう。最適なコースを計算しています。はい、そしたらですね、今回は、ミッションね、クリアさせてもらいました。このような感じで、キャンペーンのミッションがいくつかね、やっぱりあるみたいなので、まあ、本編でね、やる際はいろいろできるとは思うんですがね、とりあえず今回はこちらで終了いたします。また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。